本書の冒頭ではほぼ全ての精神障害には不眠あるいは過眠、日中の強い眠気など睡眠の問題が伴いますと書かれています。なぜ睡眠はこれほど精神の問題と関係しているのでしょうか。あ、この質問は結構新鮮でですね、あまり聞かれたことはなかったですね。大体のメンタルヘルスの問題とか、ね、はいはい、精神の不調っていうのは睡眠の問題を伴うっていうのは、うん、もうなんか当たり前のことと思い出されて、これなんでですかって結構新鮮だったんですけど、まあ、ふと考えるとですね、やはりメンタル、精神的な不調、メンタルの問題っていうのは、うん、あれやっぱ食欲、睡眠、はいはいはい、そしてあんまり聞かないですけれども性欲の問題が、まあ、出てきてですね、はい、やはりうつ病などは、まあ、食欲が低下する、うん、まあ、あるいは、まあ、過食に走っちゃうとかですね。で睡眠もですね、まあ、そうい こう人間の、まあ、メンタルっていうのはですね、まあ、人間ならではのものですので、はい、まあ、危機的な状態になるとそういう本能的なところに異常が生じるんじゃないかと。で食欲と睡眠っていうのは人間の視床下部というですね、うん、まあ、生きるためにも絶対必要なところに中枢があるんですよね。あ、まあ、なのでやはり、まあ、食欲や睡眠、特に睡眠に問題が出てくるのは、うん、まあ、何かしらまあ、心理的ストレスとかね、精神的な問題というのはやはり生きる上でかなり危険だというサインなんじゃないですかね。例えばこういうストレスがあるとこういうふうに睡眠出るというのはやっぱりまだ相当謎なんですか。一般的には仕事やね、日常生活のストレスはやはり眠れないという、まあ、方向に行きますね。最近のハラスメントとかですね、はい、あるいは過重労働のストレスとかですね、まあ、こういうのはやはり、まあ、当然眠りが悪い、寝つけないとかですね、途中で起きちゃうとか、まあ、そういう問題にも出やすいですけれども、まあ、中にはですねやはりなんかもうずっと寝てしまうみたいな、ね、逆のパターンが、逆のパターンもいわゆる睡眠過多、いわゆる過眠とかね、あるいは日中めちゃくちゃ眠いとか、まあ、夜眠れなくて日中眠いっていうのは、まあ、あれリンクしてるところはあるんですけど、それでもやっぱいわゆる過眠型ですね、はいはいはい、まあ、この精神的不調っていうのも結構いますね。精神的なストレスってなかなか自分で測れないところあるじゃないですか、はい、ですごくたまに眠いなとかっていうと実はそこはリンクしてる可能性っていうのは結構あるっていうことですよね。まあかもしれませんね。あ、まあ、一般の健康な人はですね、まあ、単なる寝不足とかですね、うん、まあ、あるいはまあ、いわゆる退屈っていうかですね、まあ、つまんないことをずっとしていると注意力が低下して、まあ、眠気が生じてきますけれども、まあ、やはり病的な状態になるとですね、やはり、まあ、よくあるのは、まあ、眠いけれども前日、ね、眠れなかったとか、あ、眠いけれどもなぜか昼寝しようと思うとできないみたいな、ね、あ、なるほど、なるほど、まあ、やはり神経が高ぶってるっていうところなんでしょうかね。あ、なるほど。レム睡眠、ノンレム睡眠について詳しく説明されています。でノンレム睡眠というのはさらに3つのステージに分かれるということはこの本を読んで私分かったんですが、このレム睡眠であるとかノンレム睡眠のステージ、これが変わることで体の中で起きていることっていうのもいろいろ変わってくるんでしょうか。どうもそのようですね。睡眠というのは全部始まりから終わりまで同じような状態でいくわけではなくて、まあ、最初に軽い睡眠で、まあそうですね、ギアでいうセカンドみたいなんですね、ノンレム睡眠2段階っていう、うん、まあ、これも軽い睡眠なんですけど、軽睡眠なんで浅い睡眠なんですけどね、その後グッとギアが入って深い睡眠に入って、そしてレム睡眠に入っていうのを繰り返すと、うん、でそれぞれにやはり、体や脳に対する、まあ、働きというかですね、まあ、その睡眠の段階で、まあ、どうなっているか、まあ、ちょっとというかかなり違うようですね。多分一般の方でそういうふうに思う方もいて、僕も最初そう思ってたんですけど、その深いところが一番大事なのかと思ったけど、単そういうことではやっぱりないんですよね。深い睡眠は当然大事で、はいはい、まあ、睡眠の質を評価するには、はい、やはりこの深い睡眠、あるいは深睡眠というのが、はい、まあ、ちゃんとあるかどうかを確認はしますけれども、じゃあ深睡眠だけ取っていれば、まあ、いいというものではないんですね。まあ、この本の中ではですね、やはり最近まあ、昔からあるけど謎に包まれているレム睡眠っていうのですね、はいはいはい、どういう役割かまだ十分に分かっていないんですけれども、まあ、重要性を強調していますし、じゃあ浅い睡眠いらないのかと、もうすぐ深い睡眠に入った方がいいのかと、まあ、理想的にはそう言われていますけれども、必ず睡眠中にはね、夜中とか明け方に浅い睡眠が入ってきますんで、
浅い睡眠、実はあの人間の睡眠のですね、やっぱ4、5割を占めるんですね。もっとあの睡眠の質が悪い人はもっとあの割合になりますけれどもね。実はね、深い睡眠の割合は大したことないんですね。あ、時間的に、まあ、10% まあ、あるかないかみたいなところですから。だからこんだけあの占めて浅い睡眠が何も意味がないっていうことはないと思うんですね。なるほど。いかに効率的に深部体温を下げられるかがいい入眠に関わってきますというふうに書かれていました。この深部体温とは何でしょうかということと、どのように深部体温、睡眠と関わっているのでしょうか。深部体温というのは名前の通り、うん、まあ、体のこの奥の方ですね、まあ、芯の部分というか、まあ、筋肉、内臓、脂肪とかですねの体温と言われますけれども、まあ、もっと大事なのは、まあ、脳の体温ですね。この深部体温がやはりこう、はい、少し高いところからあの低いところに勾配をかけて下がるときが、まあ、人間の眠気が出るということは昔から知られてるんですね。はあ、この部分を私読んだときにあのすごい思ったことがあって、自分が眠れないとき確かにこう布団の中に入っててなんで眠れないんだろう、よくわからないと、でいろいろやってみるんだけど1時間も2時間も寝れそうにないと、で起き上がってもう諦めて別のことをしだすと、なんかこうやっぱり体温が下がってくると急速に眠くなる感じするんですけど、うん、そういうこととそんな単純なことではないですか。ちょっとですね、うん、あの合ってるようで違ってるところも ありますね、はい、やはりあのなかなか寝落ちして寝つけないっていうのはですね、はいはいはい、まあ、やはりあの脳があの覚醒状態に入ってしまうと、逆にあの電気消したりあのベッドに入ってしまうことで、逆に覚醒のスイッチが入ってしまうと、これやっぱりあの不眠を経験した人にはねよくありますね。あの布団の中で暗い中なかなか眠れず時計やスマホばっか見てるのをね、あの経験してるとどんどんあのベッドで暗いとか眠れないんだみたいなですね、あの刷り込まれてくるんですよね。だから逆にあの電気消してベッドに入ると目が覚めるみたいなですね、まあ、そういう条件付けが行われてしまってる可能性がありますね。あ、なるほど。で、まあ、いろいろあれこれやってるうちに、まあ、結局あのベッドから出ようと、でちょっとリラックスしてるうちに、まあ、だけどそれは実際はまあ夜中なわけですよね。あ、まあ、で夜中っていうのはまあどうしても体温が低くなってますので、はいはいはい、それでまあ少しリラックス、あるいはあのベッドからのねその眠れないという恐怖の呪縛が離れてるうちにまあ少し眠くなると、まあ、そういったあの流れなのかもしれませんね。あ、こうちょっと不眠の毛がある人っていうのはどうしたらいいとかっていうのはあるんですか。あの不眠の人っていうのはですね、やはりあのさっき言ったようにあの寝る前に頭が冴えすぎるっていうですね、まあ、過覚醒っていうんですけどね、はい、あの過剰の覚醒と書いて、はい、非常にあの覚醒度が高いということで、まあ、なかなかですねあの話を聞くと、まあ、例えば小さい頃から実は寝つき悪かったとかですね、もともとそういう人も結構いますね。で、あの、まあ、いろいろね、最近はあの睡眠の情報も多いですから、うん、あの寝る前に風呂入るとかね、うんうん、あのカフェイン控えるとかスマホやめるとか、まあ、あれこれしていてもなかなかあの寝つきがまあ悪いっていう人がいますけれども、まあ、これも結構あの多様な要因があるんですよね。まあ、例えば若い世代、大学生若い社会人なんかはやっぱり夜型傾向が強いですんで、夜頭が冴えてる時に早く寝ようとすると眠れない、いわゆる不眠症になったりしますね。あとその最近はテレワークなども多いですけれども、午前中にこの光を浴びないと、うん、まあ、ずっと暗い部屋にいると、うんうんうん、そうすると、まあ、あの夜のメラトニンというですね睡眠物質がやっぱ朝光を浴びないと夜出てこないんですよね、うん、だから朝の光っていうのは夜の睡眠のまあ布石みたいなところで、で逆に夜このスマホとかパソコンとかねあの明るいことをしてると逆にこのメラトニンっていうのは出なくなっちゃうと、で眠れないしますます夜型になっちゃうと、まあ、というところもありますんで、まあ、眠れないといっても本当に不眠症、あるいは寝るタイミングが本人とずれてるとかですね、まあ、いろいろな要因がまあありますね。2プロセスモデルを説明した部分ではですね、人間の睡眠は眠れば眠気が晴れる、眠っていない時間が長いほどよく眠れるというほど、まあ、単純なものではありませんというふうに書かれていました。これどういうことかちょっと教えてください。あの2プロセスモデルっていうのはですね、まあ、あのいわゆる睡眠負債、いわゆる寝不足がたまるほど、はいはい、まあ、あの寝やすくなる、まあ、徹夜明けにドーンと眠るようなもんですね。プラスその
朝になると覚醒してくると。だから徹夜明けでも朝は、まあ、寝ることは寝るけど夜ほど深く眠れないと思うんですよね、うんうん、まあ、こういう2つのモデルで動いてるんですけれども、まあ、人間というのはやはり精神的なストレスがやっぱり避けられないですよね。あとこの人間はクロノタイプといっていわゆる朝があの活動の中心なのかね、朝が調子がいいのか、まあ、夜が調子がいいのかというのもかなり違ってきますので、あのやはり睡眠とかこの体内リズムって結構個人差があるんですよね、なのでこの2プロセスモデルは、まあ、あの分かりやすいモデルではあるんですけれども、うんうん、あのまあ、これに心理的ストレスが、まあ、加わる、あるいは、まあ、精神疾患のですね、睡眠に異常が生じるものが加わるとちょっと その通りプロセス通りにはいかなくなると、あ、狂ってきちゃう、狂ってきちゃうってことですね、まあ、朝なっても眠気が晴れて、はいはいはい、体のも起きてくるはずなのになんか逆に眠くなるとかですね、あるいはあのどれだけ寝ても眠いとかですね、仮眠型の場合はですね、あるいは寝不足は溜まってるけれども、じゃあ、まあ寝不足溜まればね、2プロセスモデルに従えば次の日ぐらいは爆睡できるはずですけど、まあやはりうつ病や精神疾患だとね、もうなかなか前の日眠れないけどさらに今日も眠れない、明後日も明日も明後日も眠れないというですね、まあ、そういうモデルになってくるので、まあ、あくまでこれはまあ健康な人のまあシンプルなモデルということですね。体内時計っていうじゃないですか、まあ、この時間は寝る時間だ、この時間は起きてる時間だっていうのが、あれって人によってだいぶ違うんですか。まあ、個人差があるって言われてますね。あ、そうなんですね。一般的にはあの高校生、大学生、若い社会人は、まあ、夜型が強いと。年を取るごとに朝型になっていくと、あ、まあ、それは皆さんのお父さんお母さんおじいさんおばあさん見てればね、まあ、だんだん朝早くなって、早く起きますよね、まあ、そういうふうに体内時計っていうのは、まあ、年とともに変化すると、プラスその若い人のね、あの夜型、うん、あのやはり男性の方が夜型傾向が強いって言いますね。あ、そうなんですね。ただあのそれはあくまで一般的な傾向で、はいはいはい、個人差もありますね、はいはい、例えばうちの大学のゼミ生なんか、まあ、1学年10人いますけれども、はい、じゃあ全員夜型かって言ったらそうでもないんですよね。なるほど。珍しく1人か2人朝型みたいな人がいてね、やはりあの例えば陸上部なんかでマラソンやってる人なんか朝型多いですけどね。あ、ってことはちょっと訓練でだんだん体がそうなってっちゃったってことですか。いや、そうでもなくて朝型だからそういうふうに生き残ったのかもしれない、ね、なるほど。夜型の人はもうそもそもそんな朝練習なんかできないから脱落してる可能性があると。あ、そうなんですね。まあ、やはりあの体内時計もその朝型中間型夜型といってね、うん、中間型であればある程度こう順応性があるっていうかですね、要するに昼に適応した起きてるってことですね。まあ、なんとか起きてる、うんうん、まあ、多少その職場が変わって朝早起きになってもなんとか耐えきれるかもしれないですけど、はいはいはい、この朝型夜型っていうのは本当にあの極端になると適応できなくなりますんで、うん、あの例えば夜型の人が、まあ、朝活だとか言ってね、うん、あの早朝起き勤務を奨励しますとか言って朝早く起き出したら調子を崩すとかね、あるいは朝型のアスリートが夜練習するとパフォーマンスが落ちてあの状態が悪くなるっていう研究もあります。へ、だからまあ自分の適した時間帯に動くっていうのがまあ大事 で一般的には先ほど言った若者は夜型で年寄りは夜型って言いましたけど、うん、まあ、そうで、まあ、全員がそうではないってことですね。ちょっとそれ言うんですけども、昼寝したくなっちゃう人としたくならない人いるように思うんですが、そうですね、これ関係あるんですか、今のお話と。体内時計とはあまりあの関連があるかどうかはね、うん、あの当然昼間っていうのはあの体内時計でもちょっとリズムがずれるんで、あの落ちるんですよね、覚醒度が、はいはいはい、まあ、だからまあ眠くなることは間違いないです、ただそれも朝方よりちょっと時間がずれるかもしれませんね。朝からやってる人はちょっと早めにね、もう11時か12時ぐらい眠くなるかもしれないし、夜型はもうちょっと遅いかもしれないです。でかつあの昼寝できる人とできない人いますね。これはあのいろいろまだはっきり分かってないんですけれども、まあ、やはりあの昼寝っていうのは、まあ、あの状況にもよりますよね。家でのんびりテレビ見てたらまあうたた寝するとかね、逆に職場みたいなところで居眠りなかなかできない、ね、できない人もいるけど、まあ、しちゃう人もいますね、うん、だからのであの周囲との、ね、あの緊張度にもよりますしね、まあ、本人 あの鈍感度にもよりますけれどもね、あ、なるほど、できる人できない人、一般的にやはり神経質でちょっとメンタル的に良くないなって人は昼寝できないですね。あ、寝不足でも過敏な感じになっちゃってですね。
もしかしたらさっきのレム睡眠とかノンレムと関係あるのかもしれないですけど、睡眠のゴールデンタイムっていうものについて書かれていました。睡眠のゴールデンタイム何なんですかっていうことと、ここを長く得ることが良い睡眠の条件なんですか。まあ、俗称ゴールデンタイムっていうのはですね、まあ、いわゆる黄金の時間というかですね、睡眠の今言ってノンレムの深い睡眠3段階ですね、深睡眠がまあ一番こう十分に出るところが、まあ、寝始めてからまあ大体まあ2時間から2時間3時間以内に出るので、まあ、そこをこうゴールデンタイムとしているということなんですね。まあ、ただね、まあ、やっぱりよく聞かれるのは そこだけ欲しいんで何とかしてくださいとかですねそこを大きくしたいと、まあ、それは今までも言った通り、その浅い睡眠もレム睡眠も、うん、その睡眠ならではの役割がおそらくあると思いますので、うん、深い睡眠っていうのはだけ取ってればいいというものではないと、うん、ただゴールデンタイム名前に恥じぬ深い睡眠やっぱ大事なんですよね、うんうん、まあ、だから睡眠の前半っていうのは大事で、まあ、ここで例えばね、夜遅く帰ってきた子供に起こされたとかですねあるいは暑くてクーラー、タイマー切れちゃって起きちゃったとかですね、うん、そうなるとやっぱ睡眠悪くなってきます。あ、だからやっぱりゴールデンタイム最初の、2時間3時間4時間、うん、まあ、どこまでゴールデンタイムとするかは、うん、意見の分かれるところですけども、うん、まあ、大事なのは間違いないです。あ、なるほど。ただもうそこさえ取ってりゃいいって、それは間違いですね。うーん、狙ってそこだけ拡張しようと、ゴールデンだけであとはないようにしてくださいっていうのはちょっと無理ですね、うん、そうするとなんか効率よくとかあんまり考えない方がいい、ただもうちゃんと取ろうというふうに尽くせばいいっていうイメージなんですか。まあ、最近それほどでもないですけどね、はい、まあ、私がまあ多少その講演とかし始めた10年前なんかはですね、うん、まあ、このゴールデンタイム、いわゆるノンレム深睡眠だけを十分とって、まあ、あとは省略できるように4時間ぐらいで、あるいは5時間ぐらいでね、パフォーマンスが上がるような睡眠法を教えろとかですね、そういうことはできないんですかって聞かれてたんですね。まあ、現状はですね、一部には短眠で過ごせる人がまあいます、まあ、遺伝子的にね、はい、ショートスリーパーという人や、はいはいはい、まあ、僕が見る限りすごいなんていうか気合が入ってる人っていうかですね、まあ、会社を立ち上げたばっかりだとかビジネススクールに入ってるとかですね、そういう人結構短眠でも持ちますね。あ、うん、まあ、ただまあ志がちょっと関係あるんですか。モチベーションっていうのは結構人間大事で ね、 そうですね、うん、ただまあ普通の勤め人とかですね、まあ、これはやはりまあ無理ですね。なるほど。なので、うん、7時間8時間で決まった値はないんですよ。先ほど言った個人差もあるし、個人によっても状態が違いますんでね、まあ、前の日十分寝たらやっぱそんな8時間も9時間も寝らんないだろうし、まあ、前日寝不足だったらねもうちょっと眠れるでしょうし、ね、うちのが部活の学生みたいにね、朝からもう何キロ泳いだとか、はいはい、何十キロ走ったとか、そういう人はたっぷり寝なきゃいけないですけど、なるほど、なるほど、朝からデスクワークしかしてない人とね、受験勉強して同じとは言い難いですよね、睡眠量が、ね、なるほど、うん、これちょっと皆さん同じ生活しているわけではないんで、もちろんこんな比較はおかしいっちゃおかしいんですけど、さっきショートスリーパーの話できたじゃないですか、ええ、短く寝る方って最高って言ったらおかしいかな、最短だとどれぐらい短い方がいるのかってことと、結構長く寝る方ってどれぐらい平均的に長く寝る方がいるって、この辺ってなんとなく幅あったりします。まあショートスリーパーはやっぱり率としては非常に低いんですよね。で、まあ、ね、この数字は忘れてしまいましたけど、うんうん、調査によって違いますんでね、はいはいはい、それこそ何千何万人、まあ、何千人じゃ何万人に1人かもしれないですね。あ、まあ、そうなんですね。もしくは何十万何百万人に1人かもしれません、ね、だそもそもまあ何時間以下をねショートスリーパーというのかがなかなか難しいですね。やっぱ政治家芸能人会社するなんか、まあ、それっぽい人はそこそこいますけれどもね、ただ最低っていうのはいろいろ私も、まあ、知るところでもね、いろいろ研究とかでもやっぱりよくわからないですね。あ、そうですか、やはり平均最低何時間逆に言えばね、もう少なくともこれだけしか寝なくても生きていけるみたいなね、こういう人の記録はないですね。あ、ない。レコードはないですね、しかもそんなに数が少ないですね。まあ、少ないですしね、少ないですし、まあ、非常に少数な家族とか家計になりますんでね、まあ、何かちゃんと調べれば2時間だけで生きてるとかそういう人は出てくるかもしれないですけど、まあ、基本的にはまあそういう
まあ、そういうショートスリーパーいてもね、まあ、なんかそういう変わった人がいると、うん、一般的なあの他の9割を占める一般の人の参考には全くならないみたいなね、まあ、医学としてのまた興味の対象というかね、まあ、遺伝的な対象としては興味深いですけれどもね、まあ、逆に長い睡眠っていうのは、まあ、これも評価がしづらいですね。前に仮眠症となるとね、毎日十何時間でも眠れるって人はいますけれども、ただ最高何時間寝たっていうのはね、あまり競えない。そうですよね、データ取りづらいのは確かにそうですよね。眠ってる間ですね、呼吸活動が弱くなるってお話がありました。眠ってる間、起きてる時と比べて人の呼吸活動っていうのにどういうふうに変化するものなんでしょうか。呼吸はですね、ある程度自分で筋肉を呼吸筋を動かしたりとかね、自分の意識で持たせてるところが多いんでね、まあ、呼吸っていうのはよく自律神経の訓練でも自分で調節が、まあ、唯一できる機能だってね、ゆっくり吐いたり、早く吸ったりとかですね、ただ寝てる間はその意識がひとまず一時的にはなくなってしまいますんで、非常に弱い立場になる、まあ、代表的なのは睡眠時無呼吸症候群でね、したくて、まあ、眠っていると息が止まってしまうと、はいはいはい、まあ、こういう現象は心臓などではまずあまり見ないですね、うん、心臓が急に眠っている間数分止まるとかそういうことはないですんで、息は呼吸はまあそこそこ止まりますね。ということは、まあ、全般的に呼吸活動が少なくなる上にさらに無呼吸症候群になる方もいるってことですよね。そうですね、まあ、しかもかなり頻度は高いと思うんですね。頻度は高い、教科書を見るとですね、いろいろ違いますけど、まあ、男性でね、まあ、例えば治療を受ける人は 5% だ 10% だ書いてあるんですけれども、まあ、実際全、まあ、検査を、ね、してみたら、まあ、かなり引っかかると思うんですよね。ということはみんな少しはなってるんですね。少しはなってるんですよね、その点重くて即治療みたいなね、そういう人だけ集めれば、あるいは自覚症状がちゃんと分かる人だけで、しかも分かんないですね、自覚が起きたら時にはもう終わってるからまあ日中の眠気、まあ、自覚症状といえば日中の眠気とか、はい、朝ちょっと頭が重いとかですけど、はいはい、まあ、それまあ大体の人まあゼロじゃないですからね、日中眠くならない人はいないですし、まあ、朝はやっぱすっきりする人もそんなね少数派な、そうですね、朝起きた時はみんな寝てえなってことです、睡眠時無呼吸症候群のまあ症状を見てもね、これ誰でもあるようなことだなみたいなね。なるほど、うん、しかもなんかやっぱ、まあ、さっきもお話ありましたけど、うつとかにもね、すごいこんなとこでうつになるとこ作用されてたら本当分かんないですよね。まあそうですね、昔は別個だと思われてたんですけれども、ね、まあ、今はやはり治療に連動するっていうかですね、やはり睡眠時無呼吸の低酸素が脳にダメージを与えてるんじゃないかとか、ね、まあ、そういうことも言われてますので、まあ、なかなか切り離せない、まあ、無呼吸だからうつになってるっていうわけでは、まあ、そこまでの因果関係はまあ言えないんですけれども、かなりリンクしてるところだと思うんですね。先生のところにも この件で相談に来られる方結構いると思うんですけども、測定されるんですか、寝てるところをこうなんか無呼吸症候群の。睡眠時無呼吸は昔はですね、はい、病院で一泊検査しないといけなかったんですね、ポリグラフっていうのをつけてですね、まあ、それやるとそこまででもないなとかね、まあ、そんな検査してまで、まあ、別に毎日ちょっと眠いだけだからみたいな感じでね、だ今は精度はそこまででもない、まあ、家でですね、うん、測れる機械があるんですね、簡易型というですね、これは家で持ち帰って測れると、精度としては睡眠ポリグラフっていうね、病院でやるものよりはちょっと劣るんですけれども、まあ、大体の傾向はわかると、ね、まあ、なのでちょっと疑わしい人はそれをやって、でそれ全くないって言えばまた別の原因ですし、まあ、そこでもう重症であるっていうことはもうその時点でわかればもう即治療になっちゃいますし、まあ、そこでグレーゾーンであれば、まあ、ちゃんとした検査をちょっと受けましょうねと、まあ、いう流れにすることが多いですね。まあ、もちろん寝具とかいろいろの調整もあるんでしょうけど、投薬とか手術とかひどいケースになるとなるんですか。睡眠時無呼吸は基本的に薬はないですね。お、薬はないです、はい、うん、検査をして、軽症であれば、まあ、マウスピースなどをつけると。なるほど、で重症であれば、まあ、CPAP という呼吸をアシストする機械をつけると。まあ、それでも眠い場合は、まあ、特殊ですけれども、まあ、厳しい状況をくり抜けて眠気を覚ます薬などを投与することもあったりします。あと最近ではこの無呼吸の機械をですね、うん、なかなかねつけられない人多いんですよね。やっぱ違和感とかで、外しちゃう人多いんですよね。やっぱ一晩つけるって結構大変なんですよ。うん、
まあ、それで、やはり、まだ日本では一部、まあ、保険適用にはまだなってないと思うんですけれども、脳神経の一部の神経をですね、電気刺激して、いわゆる埋め込むんですよね。まあ、それで呼吸をアシストするとかですね、まあ、いろいろ、ちょっと進んだ治療も、まあ、徐々に今導入されつつあるということですね。これ私すごい興味があったところで、眠ってる間に頭の中の情報が整理されると。だからまあよく聞くのは、できそうでできなかったことが眠って起きるとできるようになっている。確かに子供の時の自転車とかピアノとか、確かにそうだったような気がするんですけど、で本書でもこの点について言及されています。で、学習した記憶の整理は覚醒している時よりむしろ睡眠中に行われますというふうに書かれていました。寝てる間に頭の中で何が起きているんでしょうか。睡眠中はですね、一見寝ていて何も脳の側からでは行われていなさそうですけれども、まあ、いわゆるパソコンでいう昔はデフラグっていうんですかね、 Windows であるようなですね、よく使うデータはメモリの引き出しやすいところに来て、あんま使ってないのはなんか奥の方に行くというですね、いわゆる、まあ、ちょっとこう使ったりね、日中学習して強化されたものは睡眠中そのシナプスが強化されて、はい、より強化されると、はいはい、で、まあ、あまり大したことないというかですね、まあ、印象に残ってないとか、はい、そういうのはシナプスがだんだん強化がおろそかになって、まあ、忘れ去られていくというかですね、まあ、そういうメカニズムがあるようです。まあ、プラスですね、はい、まあ、睡眠っていうのは何もやってないで、よく考えてみれば刺激がないんですよね、はいはいはい、覚醒しているともう30分後にはなんか新しい情報が入っていたり、30分どころかね、ものを覚えて1分後にはスマホで何か新しい情報を見たりして、もう脳がどんどんこう動いて情報がアップデートし、はいはい、してしまうと、だからすぐ、まあ、新しい情報入ったり覚えたりするけどすぐ忘れちゃうんですよね、はいはい、そうですね。睡眠っていうのはその点新しい刺激が、まあ、ほとんどありませんので、あれは脳にリザーブされると、まあ、いうところはあるかもしれませんね。さっき言った、まあ、自転車であったりピアノであったり、ちょっとできなかったことができたりするとかあるじゃないですか。整理されてるんですよね、きっと。ちゃんと学んだことが、まあ、日中ではまあ十分にこの神経細胞の、ね、配線が不十分だったところが、まあ、寝てる間にまあどっかしらつながるっていうかですね、まあ、そういうのが行われているんじゃないですかね。まあどのみちあれですよね、睡眠時間やっぱ長く取った方が勉強なんかでもいいって言いますし、何だってパフォーマンス結局上がるってことですよね。まあ睡眠時間というのはね、まあ、先ほど言ったように、まあ、個人によって多少異なりますけれども、うん、まあ、どのような研究でも睡眠不足にしてしまうと、この記憶の定着効率、あるいはね、自転車乗ったりとか運動技術の定着も悪いっていう研究はもうたくさんあるんですよね、うん、まあ、だからよく寝不足で勉強しても頭入らないとかね、うん、寝不足でスポーツするの良くないって言いますけど、うん、まあ、ある意味その勉強した後の睡眠とかね、うんうんうん、あるいはなんかトレーニングした後の睡眠っていうのも大事なんですね、うんうんうん、まあ、疲労回復だけじゃなくて、まあ、ちゃんと覚えたことを定着させると、だから勉強した後になんか寝不足で飲み会でなんか睡眠浅いっていうのはあまり良くないんですね。たくさん寝ることがいいことだ、8時間以上は眠った方がいいというふうによく言われます。しかし、まあ、毎日8時間寝ると僕は体質的にちょっと難しいだ、そんなに毎日8時間は寝れないなと思うんです、やっぱりたくさん寝ないと健康や自分の能力を最大限発揮するという意味ではダメなんでしょうか。たくさん寝るっていうのはちょっと語弊があってですね、はいはいはい、その人に適切な睡眠時間ということになると思うんですね、はい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 、寝すぎるとあまり良くないんですよね。あ、良くない、ええ、あ、そうですね。やっぱり今健康指標でもですね、寝すぎる、うん、これはね比較的健康リスク高いって言われてるんですね、あるいは、まあ、長時間の仮眠、これ認知症のリスクを上げるとかですね。あ、それ聞いたことあります、ええ、最近ね寝不足も問題だけど寝すぎもちょっと良くないみたいな、ね、あ、そうなん、それしかしどうやって分かるんですか。なんかたくさん寝るっていうのはちょっと語弊があって、うん、まあ十分な睡眠というかね、それってどうやってこのぐらいだと私ちょうどいいって 見分けられることができるんですか。まあ例えばね、成人の睡眠は国際的なね睡眠の組織の推薦おすすめとしては、まあ大体働く年代層としてはまあ7時間から、まあ、9時間などを推奨されてますね、うん、あ、まあ、それでも 2,3 時間の幅はあるわけですね。あ、なるほど。で、まあ、昔から言われている寝不足の指標としてはですね、うん、まあ、社会的時差ボケ、いわゆるソーシャルジェットラグというものがあって、はい、いわゆる休日にですね、はい、まあ、2時間あるいは3時間以上寝坊しているかどうかということですね、うん、いわゆる平日の睡眠時間と休日の睡眠時間の差があまりに
大きいようであれば、うん、まあ適切な睡眠をとってない可能性が高いということですね。いわゆる平日睡眠不足だっていうことです。まあだから平日はなんとかね、まあ、あの夜遅く寝て会社に、まあ、学校に行ってたとしてもですね、まあ、例えば休日12時か1時ぐらいで寝てると、これはあの平素の睡眠不足の、まあ、可能性が、まあ、あるということですね。なるほど。まあ、かといって休日まで同じ時間に起きろっていうのはなかなか窮屈ですんで、まあ、1時間ぐらいの寝坊です、以内の寝坊で済んでいれば、まあ、比較的、まあ、睡眠時間としては、まあ、よくやってるっていう感じなんじゃないでしょうか、ね、あとあのこれおそらく疑問に思う方がたくさんいると思うんで伺いたいですけど、レム睡眠とノンレム睡眠で見る夢のタイプが異なるって話が書かれていて、この点ちょっと教えてください。やはりレム睡眠っていうのはですね、はい、あの非常にこう鮮明なイメージあるいは感情恐怖を伴う夢が多いと言われています、うん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 、まあ、それは一つ理にかなっていて、うん、レム睡眠中っていうのはあの人間の恐怖感情を司る扁桃体というですね、あの部分が活性化していることは確認されてますので、まあ、非常にあの内容があの感情を伴っているとかね、恐怖を伴っている、かつレム睡眠中はあの前頭葉、前頭前野のですね活動が落ちてますんで、どうもストーリー性がないと、なんか脈絡に欠けてる、あのとんでもない時にね、あのとんでもないことをしてるようなあの夢が多いと思うんですね。薄い眠りの時の方か、このレム睡眠が浅い睡眠かどうかっていうのはなかなか難しいところですね。あの本にも書きましたけど、なかなかね、あの浅いとも深いとも言い難い睡眠なんですよね。いわゆるもう 特殊な睡眠なんですよね。なので、まあ、なかなかそう浅いとは言い難いんですけれどもね、うん、まあ、ただあの脳は非常に特殊な状態になっていて、いわゆる本能的な、ね、恐怖とか司る脳は活発に動いていて、あ、まあ、理論的に理性的に考えるところの脳は完全にお休み状態なので、そのアンバランスが、まあ、後頭向けかつ感情を伴った、まあ、夢になって出てくると。しかしノンレム睡眠の場合はそのようにあの恐怖感情を司る扁桃体など活性化はないんですよね、まあ、基本的に、まあ、脳は、まあ、全般的に活動が、まあ、落ちてると。これでも夢を見るっていうのはちょっと不思議なんですけどもね。まあ、ただあのやはりあのノンレム睡眠中に見る夢はあまり感情を伴ってないというかですね、まあ、なんかあの風景的なものとかですね、まあ、そもそも記憶に残りにくいっていうのはありますね。はあ、すごい、そんなことまで分かってるんですね。まあ夢に関してはまだね、あの結局夢研究っていうのはあの、まあ、あまりあの研究予算とかね、重要性からもあまり行われていないっていうのが一つと、あとはあの結局は起こして夢を、うん、あの報告させたりですね、あるいは朝起きてどうだったかっていうですね、非常にあのそうですね、レポートみたいな研究になってしまうので、まあやはりあの不十分というかですね、まあやはり将来そので人間の夢の時のね脳活動、まあひいてはあの夢のイメージがね、うん、まああの具体的に第三者に分かるようになれば興味深くなってきますけれどもね、うん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 、睡眠時間が少ないと目の下になぜクマができるのかっていうことと、睡眠と皮膚に与える影響、この辺についてですね、教えてください。目のクマはねよく言いますけど、単にあの、まあ、皮下脂肪のが、ね、あの一晩寝ないとなくなるからとか言われてましたけども、どうも、まああのまあ、毛細血管のうっ血みたいなところがあるようですね、確かにまあ寝不足あるいはまあ少し疲労するとなんか目の下が黒ずんでいるような。なります、なります。まあ、ただあのうっ血だけではなくて、やはり睡眠不足はまあ皮膚のですね、まあ、なんていうか張りたるみ、まあこういうのをあの張りをなくさせて、まあ、たるみを助長させるようなんですね、かつまああの保湿能力も失わせたりとかですね、まあ皮膚にとってはまああのダメージしかないみたいなんですね、まあ、そういう作用を及ぼすようですね。まあ、しかも皮膚そのものもまあそういうふうにですね、あの、まあ潤いとね張りがなくなっちゃうというところもありますけど、まあ、どうも表情からもね、皮膚単なる皮膚のこの皮膚細あの皮膚の表面の細胞だけじゃなくて、この表情っていうかですね、表情も睡眠不足になるとどうもあの不機嫌になったりね、無表情になったりなんか、まあ、これがなおさらあの見た目をですね、まあ、なんていうかネガティブかつあのなんていうか老化させてるってですね、はいはいはい、まあ老けて見られると、あ、まあこういうのにあの作用してるようですね。あ、単にねあの皮膚だけちょっとカサカサになるとかそれだったらあのまあしょうがないなと思うんですけれども、この表情の変化と相まって、うん、なんかあの嫌な人に見られるとか、うん、あの社交性がない人に見られるとか、あの10歳あるいは20歳老けて見られるとかね、まあ、そういったのはやはりまああのコミュニケーション上損だと思うんですね。
あの睡眠不足はやっぱり、ね、孤立を深めるっていう研究も最近ありますので。あ、すごいですね。もうどうもね、あんまり社交をしたがらなくなってね、自分の体に閉じこもっちゃうような傾向になっちゃってっちゃうみたいですね。へえ、あ、そうなんですね。だからまあ人間のその最近幸せっていうか、ウェルビーングっていう概念がありますけれども、はいはいはい、まあ、それともかなり共通してるっていうかですね、大事な生理現象だと思うんですね、睡眠っていうのはね。